これは牛です大学の農場にはこういった牛が放牧されていますがその牛というのはこれ美味しそうに草を食べていますけどその草を食べる仕組みというのは非常に不思議ですそれでまあまず一つ不思議なのは牛の胃袋っていうのはいくつあると思いますか答えは4つですそれで4つありまして4つ目の胃が我々と同じような胃ですそしてその1番目2番目3番目というのは我々でいう食道が膨らんだ袋です で特に1つ目の胃これをルーメンと呼びますがそのルーメンの大きさは200リッターお風呂1つ分の大きさがありますそしてそこの中には大量の微生物がいるとでその数というのは牛の体のの体細胞の5倍もいいるととうことですそしてこの微生物がいることによって草を消化して栄養にすることができるということですね。ということでまあ言い換えれば牛というのは 牛がをかぶった微生物と私は呼んでおりますがそういったような不思議な動物ですでこの微生物ですけど体の中であのしききりりに動き回りますでこの動き回る微生物ですけどこの微生物動き回っているだけではなくてその植物を分解してくれるとでそういった能力を持っていますのでこの微生物を取り出して純粋に培養して利用しようという研究が行われました。 ですけどななかなかそれはうまくいかないと。それはなぜかというと微生物の世界というのはスーパースターの世界ではないからですねいろいろな微生物がこう一緒にいてそこでまあ働き合っているという世界だからですそして私はこの微生物を取り出すのではなくて微生物をそのまんまそのルーメン液と呼んでますけどルーメン液をそのまま利用しようという研究を行いましたでまず機密書類ここでは古紙を持ってきましたけどこれをルーメン液に入れてみますと 6時間くらいでトロトロに溶けてしまいますすなわち機密書類のまあ処理に使えるということですねで、そこで出てきたこの溶けた液これを使ってやるとメタン発酵によってメタンガスが大量に出てくるというようなことも分かりましたそしてまた農業の分野ではこれトマトの植物工場ですけど大量の葉薬が廃棄物として毎日あの廃棄されます でこれをこのルーメン液で溶かしてみますと、これもよく溶けてメタン発酵の効率が上がります。そしてそのメタンガスを使って発電をして自動車を動かす。そして溶けた後の液体、これは肥料として使える。と。そういったようなことを実証研究をやってまいりました。でこれをまとめますと、まあ、食肉処理場の廃棄物でマイナス価値のルーメン液、そして温室の廃棄物のトマトの形容 こういったようなマイナスの価値のものを組み合わせることによってメタンとヒールオといった新しい価値を作り出すということに成功いたしましたそして私の専門は食料産業です農場から食卓までをカバーする産業ですけどそこで大量の廃棄物が出てきますそれを活用して新しい価値を作るこんな研究皆さん一緒にやってみませんか <music>